ここから本当の戦いが始まる。ガード合戦であります。さあ後ろからボルボガードしてドロップキックテイク、もう一回シャーリング、間髪入れず、この辺りは強い。最後武藤が決めましたよね。これね、武藤が納得のうなずきでありましょうか。ある意味拷問であります。20分経過、器が違います。さあもう一回いった、センスを広げた、足が綺麗だ、カウント入る、上げました、上げました。しかし武藤がすぐトップラップ、ムーンサルトランディングボディープレス、決まったか、どうだ、武藤プロレスラブ完遂。21分13秒、相方武藤圭司選手の勝ちです。